指令テレビショッピング。今回は俺が紹介するぜ。味方の勘にぶつかって損傷するそそっかしいタイムスってたまにいるぜん。おるな、まあ大体ぶつけられた方が沈む運命やけど。そこで今日ご紹介するのはこれだ。衝突防止センサー。その名も、バルーン式一発。ただの風船やないか。どうだ、パンパンだろ。苦しいほど張り詰めちゃってるだろ。まさに危機一発。ま、とりあえず試してみ。今日は妙にテンション高いやん。で、これどうやって使うにゃ？衝突防止関係ないやんけ。まあそう焦るな。つまりだな。な、なんやねん急に。機械、機械って。な、これなら衝突前に気がつくから、第四艦隊に編成されても怖くないだろ。せやな。さらに、怪異になったのに胸部装甲がパワーアップしてない感無すっているよな。うちは全然気にしてへんけどな。でも中にはおるやろな。うちは全然気にしてへんけど。つまりこの商品は同時に貧乳、胸部の偽装も時にもなって隕石に超ってわけだ。まさか、偽装、ならぬ、偽装、手落ちやないやろな。図星かい。とにかくこれさえあればもう悪く全通甲板とか暁の水平線とか揶揄されることもないんだぜ。せやな、誰のことやろな。うちはそんなこと今まで言われたことないけどな。気になる手術代は月々鋼材5万 ×50 回払い。手術？今手術代って言わへんかった？今なら完全なるフルフラットステータスまな板漏れなくお付けするぞ。希少価値を楽しんでな。なんや、この悪意に満ちた比較図は。うちえぐれてるやんけ。せやな。ふん、うちは低空母や社会必要以上の胸部装甲なんかいらへんのや。発着艦の邪魔になるだけや。まあまあ、トセ&千代田の限定グラビアポスターやるからさ。機嫌直せ。ちょっちうち、入院するわ。お電話。お待ちしています。